暖かい。ね、クーラー効いてないんですよ、多分ここ。効いてるか効いてないか分からんけど、そうそう、泣いてるんです。効いた？効いてない。靴下は泣いてる。もうさ、ちょっとポカポカしてる。何のエフェクトやと思う？ピザ。え？ピザ。ピザのエフェクトやってられてると思います。あ、違う。ピザ、ピザのエフェクトやってると思います。出口よ、プロ。じゃあ、ファンルーム乗せます。いろんなね、いろんな、いろんなのって。あ、間違えた。ブーメランやった。え、今日暑いですよね。37度、やばかった。ほんまに。もう、やばかったもん。ここの歩くところを歩いてるだけでびちょびちょ。いやほんま来た時びしょびしょやった、ほんま出口そう、やばかったです今日、ほんまにやばかったね。どうですか？そんなんあるんや。エフェクトかわいい。それバービーちゃんみたいですね。最近やばいよな。雨降りそうなの？ほんまやな。でも確かにほんまや、曇ってる。いやなんか、うん、クーラーとかを今までつけなかったんですよ、私の家、うん、まあ、犬いる時はつけるんですけど、うん、なんか、うん、つけなあかんなって思いになりました。扇風機だけじゃ無理。無理無理無理。ずっと扇風機だけで生きてたけど無理やった。次は何やろ。ちょっとちょっとなんかね、でもさ、朝とかはまだいけるくない、うんうん、なんか、うん、わかります。朝の風というか。でも夜しそれしちゃったら、うんうん、やばい、寝れん、暑すぎて。わかります。飽きた。え、私を撮るの飽きた？飽きた飽きられました。33がもう無理や。なんか熱中症になりそうですもん。昼間やばない？37とかじゃない？もうなんか体がね、重くなっちゃうよね。台風の影響もあるのか。え、あ、でもそれるか。うん、ポップコーンってどっち派？キャラメル。なんで？甘い。塩はスーパーで買えるじゃないですか。あ、で、塩はスーパーで買ったり、うん、コンビニで買うあの青いやつじゃないですか、うん、あれが好きなんですよ。で、映画館のポップコーンってちょっとあんましょっぱくないじゃないですか、うん、味がそんなついてないイメージで、うん、多いから。うん、東方は分かんないです。あんま塩でポップコーン食べなくて、なんかで、あんまりキャラメルポップコーンってコンビニあるけど期間限定とかあったりするじゃないですか、うん、あれ食べた？セブンのさ、キャラメルと塩一緒に入ってるやつ。え、食べてないです。あるのは知ってる？え、セブンですか？最近出たんかな。あ、じゃあ知らんかも。美味しかったですか？わかりました。映画館のさ、キャラメルとか味ってちょっと薄くないですか？うん、どこの食べてんの？あんた、どこ？あそこ、ちょうどあそこ。え、そう？え、濃いですか？私が濃いすぎるか。コンビニの方が濃いじゃないですか。コンビニって一個一個全部コーティングされてるじゃないですか、うんうんうん、あ、まあ、でも私あのあれを食べると一袋食べるのくどいなと思っちゃうタイプなんですよ、うん、映画館の量を食べるんやったら映画館ぐらいの量がちょうどいいなって思っちゃう、うん、村あるよね映画館、うん、確かに。だから結構映画館のポップコーン味ついてなさすなんて、ね、ほんのりついてるところとか、うん、めっちゃついてるところあるじゃないですか、うんうん、めっちゃついてるところとほんのりついてるところ両方一緒にいっぱい食べていくのが好きです。でも塩はめっちゃついててほしいタイプやから、うん、コンビニで買っちゃうタイプです。そんな感じ。語り出しましたね。こういうところですよね。でもこのポップコーンめっちゃ好きです。何それ？このどれ？え、あの、待って待って、どれやろ？夢の国の、いや食べたことないわ。夢の国のポップコーン屋さんがあるんですよ、うん、あの夢の国の場所によって味違うんですよ。なんかあの可愛い入れ物に入れるような。そう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 。それで場所によって味が違うんだけど、そのポップコーン屋さんに行かなきゃ食べれない味もあるんですよ。クッキー&チョコみたいな甘いやつか。そう、ストロベリーとかそういうのもめっちゃ美味しかった。一個一個コーティングめっちゃ高い、ちょっと高いんですけど美味しかった。イメージ
元気やな。元気ですよね。尊敬しちゃう。尊敬しちゃうって、うん、ビッグポップっていうか、うん、尊敬しちゃう。私なんか公園とかで踊ってたらテンション上がるの若いじゃないですか、うん、なんか日常生活であんまテンション上がることなくなりません？もうね、おばちゃんやからね。もう20超えたらもうで、2人で遊びに行くときキャッキャッキャッしてますけどね。まあジョニスさんのグラビア見た時やけど。これ行ってきたん今日？行ってきました。髪の毛染めてはないけど、ちょっと痛みすぎてて毛先。本当よ。そう、めっちゃ痛んでるんですよ今。だから髪の毛だけ綺麗にしていきました。おっとしちゃいますね。平日のこの時間で一番。今日平日やった？そうですよ。皆さん、お勤めご苦労様です。かわいいネイルありがとう。まあ私がデザインしたわけじゃないんですけど、つけてるだけです。めっちゃ楽です作るの。チップ？チップ。何液体増えてもシール？シールです、うん、でも意外と3日間ぐらいは取れないです、うん、だってやっぱね。そうやな、うん、でも高い。30個入りで1300円ぐらいするから、まあまあ、だってさ、チップじゃなかったジェルやったら急に外さんとかがさ、あ、この仕事の時にこの長さちょっと長すぎるなってあるもん多分。なんか最近マニキュア塗ってたんですけど、やっぱマニキュアってハゲてくるじゃないですか。めんどくさいマジで。で塗り直すのもめんどくさいんですよ、うん、っていう時チップめっちゃおすすめ。いや、ほんまにな、うん、1個取れてもそこだけ取り付けばいいし、そう、めっちゃ、あの、またファンルームでこうやってやった写真投稿します。そうなの、楽ちんなのよ。ジェルも取れないのが楽ちんですけどね、うん、やっぱちょっとシャンプーとかするときに取れちゃいそうになるから、これはよし、私終わろう。なんでよ。明日テストなんです。そんなことするんですか。そんな勉強しなきゃやばいんです。やばくはないと思うけど、でもしなきゃ。がんばれいちゃん、なんこれ。がんばれいちゃん。ということでランキング見ます。13位、ねえ、ありがとう。12位水屋、お久しぶり、ありがとう。11位コジ、ありがとう。10位サムさん、ありがとう。9位がアディさん、ありがとう。アディビジャー。8位ハマノン、ありがとう。7位がヒデヒデ、ありがとう。6位がマミちゃん、ありがとう。5位がシュウ、ありがとう。4位が野原しんのすけのすけ、ありがとう。3位がぽよぽよ星人、ぽよぽ星人、ありがとう。ぽよぽよ星ありがとう。2位が大ちゃん、ありがとう。そして1位がガンズン、1位はガンズンでした。ありがとう。テスト頑張ります。ちょっとね、頑張って単位取らないとダメなので、今が正念場ですでもゆっくりでも投稿とかもするので、ぜひ見てください。あー、なんか服も睡眠不足なんかな、めっちゃ眠いでも昨日もなんか4時まで起きててんな。よし、帰って頑張ります、勉強。はい、またファンルームとかにも写真載せるから見てね。じゃあね、バイバーイ。ありがとう、見に来てくれて。またね、またファンルームの配信